ジョン・マカーディはカナダの航空の先駆者であるアエリアル・エクスペリメント・アソシエーションのメンバーとなりイギリス連邦内での最初の飛行機の公開飛行を行った1947年から1952年の間カナダのノバスコシア州の副総督となったカナダ・ノバスコシア州のバデックに生まれたオンタリオのセント・アンドリューズ・カレッジで学びトロント大学で 機械工学を学び、フレドリック・ボールドウィンと友人となった。1907年に、グラハム・ベルの資金で、ボールドウィンと共にアエリアル・エクスペリメント・アソシエーションの設立者の一人となった。アヤアにより制作されたシルバー・アダートは1908年に、アメリカ合衆国のニューヨーク州ハモンズ・ポートで、フレドリック・ボールドウィンの操縦によって、飛行に成功した後、 1909年2月2日、カナダのノバスコシア州の凍結したブラドー湖でマカーディの操縦で飛行し、マカーディはイギリス連邦内での最初の飛行機の飛行を行ったパイロットとなった。1910年にカナダ人として最初のパイロット免許を取得し、翌年フロリダからキューバまでの初めての飛行を行った。1915年に カナダ最初の飛行場であるロングブランチラ・ダロームのマネージャーを務めた。第二次世界大戦中は航空機製作の監督に携わり、1947年からノバスコシア州の副総督を務めた。1973年に設立されたカナダ航空の電動に電動入りしている。2009年ノバスコシア州シドニーの空港は J. ダグラス・マカーディ空港と改名された。 ギブン、ロバート A、ロングブランチ、アーカイブド2009年1月5日、ATTHEWAYBACKMACHINE.ETOBICOKEHISTORICAL.com、e e. e e。リリーブド、フェブラリー2 4 2011、シドニーエアポート、アーカイブド2011年7月6日、アットザウェイバックマシン。 シドニーエアポートオーソリティ2011リリーブドフェブラリー242011ありがとうございます。